皆さんこんにちは、長谷川愛です。今回の YouTube 動画はファッションをお届けしようかなと思っております。GU とユニクロと、そして私が最近お世話になっているアズノアズプラスというファッションブランドさんの洋服のコーディネートを載せたいなと思っております。5パターンあります。でも結構コンパクトに動画は作ったので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ちょっと初めてなのでうまくいってるか分からへんけど、ぜひとも最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは見てください、どうぞ。まずはこちらのスタイリングです。めっちゃ可愛いですよね。トップスは GU のニットクロップドタンクトップです。このボーダーが可愛い。でスカートとバッグはアズノアズプラス、フリルチュールロングスカートとクリンクルラメトートバッグです。めっちゃこのフリルが可愛い。はい、透け感もいい感じですよね。バッグのねラメもね、近づくとめっちゃ可愛いんですよ。見えるかなと思ったら近づいてきた。はい、素材はこんな感じですね。丈もちょっと短い感じかな。透け感を頑張って見せようとしてる。はい、こんな感じです。ほらラメがめっちゃ可愛くないですか。大人っぽくも使えると思いますよ。楽しそう楽しそう。夏っぽいスタイリングでした。ん、何何、めっちゃムカつくやばいですね。ではでは続いてはこちらのスタイリングに着替えたいと思います。続いてはこんな感じです。トップスとバッグはアズノアズプラス、パフスリーブリブニット半袖プルオーバー、バッグは店頭販売のみとなってるみたいです。そしてパンツはユニクロのタックワイドパンツ、ホワイトを履いてます。このスタイリングちょっと韓国っぽくてお気に入りです。袖のパフがめっちゃ可愛いですよね。はい、近づいてください。生地もこんな感じでリブの感じがいい、柔らかく見える感じ可愛いですよね。ピンクの色もパキッとした感じじゃなくて大人っぽい感じの色でお気に入りです。バッグとパンツはホワイトにして、ちょっと女性らしさを増した感じにしました。何かを持っています。これを私はうまくつけれるのか。普段あんま使わない小物ですけれども可愛いんですよ。さあこちらはですね、アズノアズプラスのアソートビーズハーネスです。これ一つつけるだけでめちゃくちゃ可愛いスタイリングに。さあ続いてこちら、次はこんな感じのスタイリングです。トップスはユニクロのクルーネックティー、 S サイズ着てますね。ちょっとちっちゃめに着れたらいいなと思って。でパンツとバッグとシューズはアズノアズプラスです。ベルト付きゆるりカーブパンツとスタッツショルダーバッグ、スパンコールミュールとなってます。可愛いシンプルなのにこのスパンコールミュール合わせることでおしゃれ度増しますねこの白 T 着やすいよな、めっちゃ。あとパンツがねすごい動きやすいの、これデニムやのに可愛いでしょ。バッグも大きめのバッグ持って、はあ出かけたくなるな。ん、あ髪アップするとこ見せるってやつ、これは必要なのか果たしてあーまあでもスッキリした感じもいいですね。うん、テンション上がってます。ではでは続いてのスタイリングこちらです。次はトップスがユニクロでレースラウンドネックショートカーディガン、これは赤ですね。お気に入りでめっちゃ着てます。でスカートとバッグはアズノアズプラスです。リボンとプリーツミニスカート、あとエコレザー巾着バッグですね。こちらは ZOZO 限定のアイテムとなってるみたいです。これねネックレスもつけてるんですけど、
近づいたらわかると思う。リボンやねん。リボンがいっぱいついてて可愛いんですよ。このスタイルはなかなか自分でやんないんで、チャレンジではあったんですけど、ぜひぜひ皆さんやってみてください。ドキドキしたな。この服着るとき、スカートの丈感もあんま最近着ひんから、たまにはね、こういう YouTube ではいいでしょう。ではこちら。こちら最後のスタイリングです。ワンピースとシューズとバッグはアズノアズプラス、着こなし自由ゴブ袖ワンピース、スパンコールミュールツーウェイパールミニショルダーバッグを身につけております。これは肩紐がリボンで自分で結ぶ感じにはなるので調節もできますね。かわいいね。これは近づくとわかると思うんですけど、小鼻柄、めっちゃ女性らしさが、はい。ワンピースはね、私昔から本当に好きなので何着も持ってますが、またお気に入りが増えました。さあということでお届けしましたが、どうでしたでしょうか。5着いろんなスタイリングを見せてみました。ではでは、また次回もできるように頑張りたいと思います。楽しそう。さあ最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。まあこんな感じでファッションも、これからもたくさん撮っていければいいなと思いますし、まあシーズンごとに撮れたらいいけど、まあ本当ファッションってもう毎日新しいものが更新されるので、私もお気に入りのものが最近たくさん出てきてるから、もう常にスマホとかでもチェックしてる感じなので、まあシーズンごとと言わず頻繁に上げれたらいいなと思っております。ぜひそちらの方も楽しみにしててほしいですし、YouTube もどんどん盛り上げていきたいなと思ってるので、これからもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンぜひ押してくださいね。それではまた会いましょう。長谷川愛でした。バイバイ。